今まで忘れてたのが超ムカつく。一体何のマネ。私とあんたは中学ソフトボール界のライバルだった。 NM 対決って言われてね、県の選抜チームで一緒にプレーしたこともあったね。でも最終的に私たちのチームはあんたの中学に負けて優勝できなかった。私も全打席打ち取られてね。そしてあの日以来、私は心に誓った。高校でのリベンジを、高校であんたの球を打ちのめしてやるって。そしてたまたま転校してきたらあんたがいた。でもあんたはソフトをやめていた。やめてつらつらと男とデートして幸せそうな面して生きてるじゃねえか。私は恋とか男とか封印して来る日も来る日も必死に練習してきたっていうのに。だから絶対別れさせてやる、不幸にしてやる。っていうか私付き合ってないから。嘘つけ。付き合ってないのになんでいつも一緒なんだよ。コーチしてもらってるんです、クイーンの。バッカじゃねえの。こっちは王様が女嫌いだって言うから遠慮してやってんだよ。安く手つけてんじゃねえよ。そうだよ、ちょっとごめんなさい。どいっ、そうだよ、私だってね。もういいよ、黙ってろ。どうも、沢選手。謝る気ねえだろ。という具合にみんなあんたを恨んでるんでね。で、一体どうする気。カーブしろ、マウンドに上がれ。それで私が勝ったら小宮山陽と別れろ。私は恋するって決めたの。ソフトはもうやんないって決めたの。逃げんのかい。あそこ何してんだ。陽にはこれ以上迷惑かけらんないな。いいよ、その代わり私が勝ったら金輪際私たちには構わないで。分かった、いいね。乙女。